クイーンオブナツッキー。そしてその女子ヨシワッキー、あなたのハート逮捕しちゃうぞ。なぜ私たちがこうなったかというと、時間は少し遡る。ヨシさん、あの私このフェルティフィシン使ってヨシさんと一緒になんか作りたいんですけど。何かを。はい、じゃあね、そうだ、マスクを作ろう。マスク、マスク、どういう、マスクって広い意味でマスクあ、じゃあ何でもいいからマスクを作ろうと。そう、あ、じゃあどっちがマスク作ってかっこいいか勝負しましょう。しましょう。よし、じゃあマスク作りをやっていこうと、その前に今日の動画で使うフェルティミシンを紹介するね。このフェルティミシンは糸を全く使わずに、ミシンの針だけで専用のフェルト生地を縫い合わせることができます。見て見て、ここに3本の針があって、その周りに透明なカバーがついてるんだけど、わかるかな。これは針で怪我をしないようにできているんだよ。パパもママも安心して一緒に遊べるね。専用のフェルト生地もとってもカラフルで可愛い。いろんな種類がありすぎて、どれを使っていいか迷っちゃう。だから自分好みの好きな生地を使って、世界にたった一つしかないおしゃれなオリジナルアイテムを作っちゃおう。とまあこんな感じで簡単に縫うことができます。さて、私とヨッサン、一体どっちが面白マスクを作ることができたのでしょうか。続きをご覧ください。どうぞ。私はじゃあこれ、これと、うわ最低あ、すっげー悩む。さあ、何ができるかな最初じゃあ何が、こう最初ちょっと、いやいやいや、近い近い近い、いけるいける、どこから、どこから狙って、あーい、焦って押すとダメだもんね。焦ってるつもりないんですけどね。人生が焦ってるのかな。ああ、かもしんないっすねそれは言ってる。そこは否定しないおっしゃとりあえず OK です。はい、どうぞ決めてください、ね、はい、これ羽田のいきましたね、ヒョウ柄。ヒョウ柄なのにちょっとハート。あ、可愛い、本当だ、ハート柄だ。あー、いいっすね。コンセプトなんですか。スカイハイ気になるスカイハイ。スカイハイおじさんがなんか可愛いフェルトを使ってこう工作してる感じが。遊びじゃねえんだぞ勝負ですもんね。遊びじゃねえんだよマスクです。すごい。で、アピールポイントはこのちょっとこう男らしさを、こう飛ぶよっていう感じのこうちょっとトゲトゲしさを出したここと、あー、これです。かわいいリボン。ラブリースカイハイのラブリー。はい。ちゃんとね、予算がすごいとか、アモヒモもしっかりついてる。アモヒモしっかりです。そう。今から一試合でいきます。ちゃんとかかってこい。かかってこい。お前らに真ん中見せてやる。じゃあ私はタイトルはクイーンということで、特徴としてあの真ん中が長所柄で、ここ、ここ一番好き、鼻をサイドにまとめてみました。イケてる気がする。なんだろう、マスクってちょっとテンション上がる。上がる、うん、なんか本物の自分隠してる感じだから。はい、ということで今回2人でマスクを作ってみたんだけれども、どっちもかっこいいとお互い思ってるので、よかったら皆さんコメントでどっちがかっこよかったか、ぜひ書き込みよろしくお願いします。マスクマンだから喋っちゃダメかなと思ってなんか一人喋ってるのがすごい寂しいということで、以上田中夏樹とよっさんでした。はい、最後までご視聴ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。こっちだよ、かっこいいの。こっち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 だよ